いぜい。お疲れ様です。何ですか。はい。暴走した。お前オープニングがいつもいじめるのか、いじめてコメント欄が最近こいつ調子乗ってるが流れだろ。だから社長だから、ああいじめるんだろお前ぐらい。視聴者の皆さん、はい、性格が悪くてごめんなさい。いずい。気をつけろ。お前なんか足場がお前の物損多いらしいな。おい、それで言いに来たんだ今日。どういうことだ。もうなんか調子乗ったよな。なんか一日動画を僕撮ってくれたらまず最高って言って。いや言ってないですよ。俺すごいですからちょっと動画一日撮ってくれたらまず見せれますって言って言っとったよな。言ってないです、言ってないです。言っとったやんけ。なんかお前物損多いらしいやんけ。ああそうそうだろ、今日朝のミーティングでお前言っとったよな。そう竹野いいやつですけど物損多いっすわ、言ってちょっと荒いっすわって。奥さん、竹野の奥さん、あんたとこの旦那ダメだ。お前タンクぶち壊したんだろ。20万ぐらいかかってタンク、タンクがなんか足場が悪い。お前じゃないのあれは。マンションの上のタンクが貯水槽、はい、貯水槽があってぶっ壊した。ぶっ壊したって組んであって、はい、風が強いもんやってなんか見に行ったらタンクが割れちゃって。マジっすか。修理20万だぞ。多分自分組んどるっすけど、マンションタンクの下に鉄骨があるんですよ、土台では。あと塗装職人が外したんかな。で塗装職人が外したんだったら塗装責任だろう。で4方向からそれこそ決まってる。なんか噂ではちょっと お前じゃないかって。電話や、うちの社員は何で電話。俺が話聞くと怒られるもんね。心の準備ができたことにしか電話出へんわ。物損多いやん。どうやって反省するの。ちょっと働いておこうよ。はい、出産見られんの。おいや裏っこいや、ちょっと顔かせや。ここら辺だったら大きい声出しても大丈夫だわ。開けた、開けた。おい、どういうことだって。おい、俺期待しよったのに。お前、いや一応気をつけてはいるんですけど、うん、反省の意を表せよ。おい。反省の意を。いやいや、それは独自はいいぞ。カメラに向かって反省の意を見せろ。ちょっとイケメンとか言ってコメント欄、イケメンイケメンとか書かれてお前調子乗ってらしいな。お前もう物損ばっかしやがって。このガキ、すいません。大谷先生緊張メーカーになってないですから。緊張メーカー終わるよお前。それ3分見てんだから俺動画。視聴者の皆さん、今日はまあこれふざけたように見えますけど、まあまあ反省しようもんな。はい、実際ね、ちょこちょこなんか物損が本当に心境多いらしいもんな。そうなんですよね。いやいやでも俺一つ言うわ。俺もちょっと期待してたけど、はい、何やろ物が。そうそうそう、うん、こいつさタラックを、まあ、持っとって自分で親方でやってたから、はい、トラック持ってんだわ。で残債が残っとるみたいな。そうですね。でその金額だけで、まあ、最初買う会社が買うって言ったけど、まあ、聞いたら結局やっぱ職人やっとるからもう70万80万ぐらいかけて。そうっす。改造もしてんだわ、うん、要は鉄板にするとか、はい、だけど売り値は変わんないんだよな。車体自体の売り値で見とるんで。そうそうそう。でそれでちょっとかわいそうだねなって言って、まあ10万か20万ぐらい、はい、20万だったな。まあ20万で話だけど、これねあの動画でと飲み撮るんでしょ、はい、夜の女の子たちと。でちょっとお前面白いとこ出せよって言って、それがもう100点なのか0点なのかね、そのパーセンテージにするわって言って、100点だったら 100% は20万だな。漫画で 0% だったら0円だな。 40%、 50% だったら10万だな。 お前自分に何点だと思うな。 10% 10点だろ。ちょっとこの動画流しておいて、ここにこいつの、だってこいつのシーン多分ないと思うわ。カットされて、カットってことないでしょ、喋ってねえんだから。お前、はい、ちゃんカメラ回してるよ。カメラ回してるよ。やめろ回してるよ。仕事今夜だって夜だけ、夜だけです。夜だけここ一本で、そうです。へぇー、
リミッター解除してもいいんですけど、これ動画上がるんすもんね。大丈夫だよ、リミッター解除。リミッター解除、俺らはリミッター解除してもらう。顔出しは NG だから、ここで座っとる。いや、いいよ、ここで座っとるの。俺一人になっちゃった。俺一人になっちゃったんですけど、どうすればいいっすか。頑張ってお話を。いや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 、まだ入って1ヶ月、ちょっと荷が重い。はい、結果残せてない、ね、結果残せてないよ、ね、コミットできてないです。じゃあ俺行く時にも行ったんだ、奥さんおるで、まあんまあれじゃないかって奥さんも見たら、いやちゃんと説明してあるでいいですよって言っとったけど、いや別にあれ奥さん怒られるシーンもねえわ。なんかちょっと女にさ、茶化したりさ、わちゃわちゃやってさ、絶対あれやねん、本当は女の子好きなんでしょとか言って奥さんに怒られるじゃん、やっぱり。そんなシーンすらない。なんか別に静かにプチで飲んでたんだけみたいな。何やね、報告何だろうあれ、マジで。お前あれどうなっとんだあれ、本当にお前。それとか物騒につながるんだと。10% です。そこでもやっぱ前にこうやってみんなでひしめき出ていく方が動画って面白いじゃん。そうなんですね。何を言ってるかわからない。すいません、自分飢えてないので。飢えとか関係ねえだろ。別にお前撮影なんて仕事だからお前。やっぱそういうこと言い出した。じゃあ俺がなんか飢えとるみたいな。俺飢えとるみたいやろ。飢え関係ないもんなって。面白いことするのに。面白いこと。じゃあ飢えてるから喋れるんでしょ、俺思うんだけど。あ、逆にですか。俺はそうやって思ってる。ミッチーとか別に飢えてないじゃん。俺も別に飢えてるとか別にエッチは好きだよ。だけど別にそれはお前らの温泉みたいな。俺もう温泉も出ない、憤っておるじゃん俺。温泉こいつら勝手に20、まあ、毎年恒例だもんね。いいんだけど、リージに言われたんだ、今年温泉行っていいですか。まあまあいくらやっちゃう、まあ、20万ぐらいです。あ、またカメラマンも連れてないだろお前ら。はい、温泉カメラマンも連れてないだろ。動画も撮ってないだろお前ら。あなた俺が電話してぶち切れたろリージ。YouTube やれてーって。やれってじゃねえんだよお前。やれないだろ、それくらい取ってこいよって。ただねお前20万でいけんだろ。何がポン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 買いにできるんだお前。うちでのことしちゃうぞお前っていう。僕はもうそういうその管理してないんで全く分かんない。あ、いや、いや、あ、じゃあいいんだ。いや俺関係ないんだ。あ、別に俺ずっとスタッパで作業だけしときゃいいよっていう。 YouTube やれて飲みに行ったらずっと淵で女の子喋って、淵で仕事は足場だけ行くのいいんですよね、そっちタイプ。いや違う、あ別に俺そういうの、あ別に、あ上登ってこうとかそういうのないっす、始まなきゃ決めないんですって。そういうタイプ、そっちのタイプ。切り替えます。すいません。そっちタイプ。自発的に行きますこれから。自発的だろ、はい、それ当たり前だろ。いやいいんすか、カメラとか回さんでとか何か言わんと。そうか、まあじゃあこんなもん閉めようか。はい、あ、はい、変わるのこれから。でもまあ真剣に最初の話は物騒なんだ。はい、あ物騒も含めの話だけど、含め全部気をつけてきます。アップデートしてる。はい、うん、それって結構あるじゃない、メインキャラに狙ってるって言ってたじゃん。狙ってますよ、僕メインキャラ狙ってますとか言って。ミッチーの後発で俺ミッチー君みたいになりたいんですわって飲んだこと言ってたよ。はい、全然違うわ、師匠なんで。全然違うわ、師匠も何でもねえわ。いい雰囲気だろ。はい、まあ嫌なこともいろんな問題もいっぱいあるけどな。問題は動画で見るよりは全然あれだろ、ちゃんとしてるだろ。はい、ちゃんとしてるっていうか、まあちゃんとしてるです。動画だとなんかちゃけとるかな。ちゃけとる感じしてますけど、まあ、ちゃけとってちゃけとる中にもちゃんとみんな気をつけて真剣にやってるな。あともう求人もやっとった。まだ人欲しいって言った。まだ欲しいって言う。まだ欲しい。足場班はいつでも、はい、ぜひまた募集してますんで。募集してますんで、はい、またこの雰囲気で、まあ、結構大変だけどね、みんな結構がっつりやってるんだ。まあそうですね、うん、
なーなーではないよな。なーなーではない。結構追い込まれてみんな頑張ってやってるから、はい、朝も早いしな、はい、まあ、そういう中で、まあ、成長したいって、まあ、また独立したいとかね、こっちは逆だけど、今一回独立しょって戻ってきて、まあ、いろんなことまた見ながら考えて、はい、まあ、ミッチみたいにね、また独立してやっていく可能性もあるしね、まあ、ないとは言えないんで、そうですね、はい、みんなそうなっていけばいいかなと思うし、またもしよかったら遊びに来てください。遊びに来るのは違うよ。仕事仕事仕事よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。あとじゃあ最後お前から挨拶、シャキお前にシャキポッと言ってるのは1分スピーチ。物損ばっかしてますけど、そんないい仕事は反省のやつ真面目にやってるんで、ふざけまくれ。ふざけるんですか。全然いいよ。これから動画盛り上げてきますんで、お願いしまーす。すまない。危ない。恥ずかしそうにしてる。せーの。また見てー。